相手中京だったんですね。後藤さんもいたんですけど、準々決勝でランニングホームランを打った時ですね。自慢って言ったらやっぱり1年生の時に準優勝したっていうのが一番の自慢なんですよ。まああとはその時に対戦したピッチャーがみんなプロに行ったっていう。なんと2回戦以降、イラブをはじめ対戦したピッチャーがみんなプロ入りしたというハイレベルな大会。その大会で1年生ながらレギュラーで活躍、準優勝に輝くとはこれ自慢なり。野球しかやってなかったし、寮は学校の中だし、休みはないしね。まあ野球以外楽しいことなんか何もなかったですね。出たー、究極の野球自慢。一応甲子園出て一つ勝ったんですけども、松井がですね、ちょうど同じ試合だったんですよね。僕が第1試合、確かあいつが第3試合だったと思うんですけども、お前らが延長11回まで試合をするから俺らリズムを崩されて負けたんだと、そう覚えてもらってることが僕の自慢ですかね。